ロングターンで意識していること、まあ、重要だなと思っている部分なんですけれども、高低差に合わせた、脚部のストロークについてお話ししたいと思います。ゲレンデを滑っていると、まあ、ゲレンデでも山でも斜面になっているので、例えば直角行だったら、ノーズとテールに、高低差が生まれていると思います。